にちは、チャットキャンプ行ってくるのサギーです。ワークマンアンバサダーとしてワークマンと商品の開発をしたり PR をするような活動をさせていただいております。で、今日ご紹介するのはですね、ワークマンから2月に続々とキャンプギアが発売されるんですが、その中でも2つご紹介します。で、1つがですね、こちら今週ちょうどワークマンに行ったら入荷しておりました、パラフィンハンプラージトート1280円と、あともう一つですね、同じくパラフィンハンプのフィールドシート、こちら1500円、こちらの2つを今日はご紹介していきますので、最後まで楽しんで見ていってください。はい、というわけでまずこちらのパラフィンハンプラージトートをご紹介していきます。こちらですね、商品名がパラフィンハンプラージトート、型番が D-016 です。管理番号66039、価格が税込みの1280円となっております。で、容量がですね、約35リットルで、サイズが、縦が38センチ、横が50センチ、幅が約20センチということですね。実はこのシリーズ、スモールとミディアムっていう小さいタイプ、まあ、中グランタイプで、これが一番大きいタイプが新発売になりました。で、これね、普通 のワークマンプラスとかだけじゃなくて、普通のワークマンであるとか、あとワークマン女子とかでも、もちろん取り扱いがあり、普通に、販売している商品ですね。で、カラーも3種類ぐらいあります。とにかくね、これね、大きいんですよ。どのくらい大きいかというと、ちょっと後でいろいろ物入れてみますが、キャンプ場で売ってる大きい広葉樹の薪がドカンと入るぐらいの大きさと思っていただけると分かりやすいかなと思います。で、これね、ハンプっていう、生地でできているので、すごく丈夫です。で、結構ね、硬いんですよね。そう、こうなんていうのかな、布のバッグって普通クニャンってなっちゃうかなと思うんですけど、もうこれね、このね、生地自体がもう硬いから、もうほんとしっかりしててクニョンってなんない感じがすごくいいです。ハンプの良さとして、これなんかシワみたいな感じついてますけど、これ使えば使うほど、なんかその自分の味が出てくるというか、その普通のバッグだったら、なんか汚れてきちゃったなっていうところが、これだとなんかちょっと逆に味が出てくるっていう、そういうね、良さがあるかなと思います。で、この取り付けられている紐もですね、こうぐるりと一周してありますので、かなり丈夫です。ここよくね、安いトートバッグだと、この手持ちのところでここでもうね、切れちゃってるタイプとかあるんですけど、そうなるとやっぱここでプチッと切れる可能性ありますが、これぐるりとね、このテープの部分が巻いてありますので、丈夫かなと思います。あとここのね、縫い目のところもですね、かなりバッテンにこう縫われているので、丈夫に縫われているんじゃないかなという感じです。重い巻きとかね、重いギアを入れても大丈夫そうです。で、あとこれ表面が、パラフィン加工というのがされています。なので、これね、撥水効果もあるんですね。ちょっとね、これ霧吹きでお水かけてみたいと思います。お、めっちゃ弾く、めっちゃ弾く。こんな感じでですね、水かなり弾きますね。こう玉になるぐらい本当に水を弾くので、防水っていうわけではないので、雨のところにね、ポンと置いといたらもう完全にびしょ濡れになってしまうんですが、ちょっと小雨が降ってきたとかいうぐらいであれば、ちょっと濡れた後ね、タオルでパマーって拭いてあげれば綺麗になるかなと思います。撥水ということで汚れもつきにくくなっているんじゃないかな。じゃあ実際ね、これどのくらい入るかやってみたいと思います。それじゃあね、どのくらいのものが入るか入れていきたいと思います。これこの間の動画でもご紹介したワークマンのまだ未発売の花柄のチェアですね、折りたたみチェア、こちらもね、別動画出しておりますので、ぜひご覧ください、概要欄のリンクから。これがもう完全にすっぽり入る。1個でしょ、あともう1個、2個目もすっぽり入る。で、まだまだ上に余裕があるんで、こちらも別動画で出しました1500円のワークマンの寝袋、これもね、全然入れても、ほら、それでも余裕があるんですよね。で、寝袋横にももちろん普通に入るし、あとこう縦に入れてもらってもちょうどいいですね。縦にね、多分ね、2つプラス横に椅子が入るみたいな、そんなイメージですかね。やっぱりね、車への持ち運びとか細々してるとすごく持ち歩きづらいので、こういう風にね、大きいトートが1つあるとめちゃくちゃ便利かと思います。はい、あとね、こちらがその今のも紹介したラージトートなんですが、ミディアムの方もね、用意しました。お、片手で持とうと思ったら持てない。これは
以前提供してもらって今ここの中にねずっしり焚き火グッズ入れてます。実はねミディアムでも薪入っちゃうんですよね。今ねこれの中にね革の手袋であるとか、あと何年の焚き火シートであるとか、あと下にね薪ががっつりと入ってます。こんな感じですね。まあミディアムでも入るんだけどちょっとねパンパンっていう感じですね。まあジャストサイズがいい方はもしかしたらこちらでもいいかもしれないんですが、それに比べるとやっぱりラージってかなり大きくなってるんですよね。こんな感じラージの方が高さもあるし横幅もね結構大きくなってるかなっていう感じです。あちなみにねこの焚き火の革のグローブ、こちらもワークマンからで販売しているもので、こちらも提供いただいたんですが、エクストラガードっていう、ブランド商品名になります。で、でこちら、表面牛革になってるんですけど、実はこれねちょっとね珍しいことに内側にねメッシュがついてるんですね。でメッシュがついてることで手にスムーズに入ったりだとか、あとどうしても革手袋を使った後の手がなんか革の匂いがみたいになってしまうところが、このメッシュがついていることで匂いとか蒸れとかも軽減できる、そんな手袋になってます。こちらもワークマンで購入できて1280円になってますので、こちらの手袋もねよかったらチェックしてみてください。はい、それでは続いてご紹介するのがこちら、こちらもパラフィンハンプのフィールドシートになります。こちらは型番 D-017 で管理番号66040、税込みで1500円、オリーブというお色になってます。で多分ねこれ生地自体は本当にバッグと同じでパラフィン加工もしてあるので撥水にもなってますね。これ広げてみますね。あ、その前にサイズいっちゃいましょうか。サイズが 140cm×100cm、 結構大きい。あ、広げてみるとこのぐらいありますね。ちょうどなんていうのかな、レジャーシートで2人分ぐらい座れる感じかな。そうですね、私1人、ここにもう1人ぐらい座れる感じのサイズ感になってます。で、端っこがね、これハトメがついているのでなんか飛んでいかないようにペグ打ちとかしとけば風でこうバタバタいかない感じですね。で、特にクッション性があるわけではないので、なんか家族でピクニックをするっていう風に使う用途ではないかな。どちらかというと、キャンプ場に着いて荷物を設営する前に一回車からこのシートを引いて、ここに荷物をトランクから荷物をドーンと置いて設営するっていう時とか、あと逆に撤収する時にね、ここにシートを置いといて荷物をどんどん下に置きたくない荷物をまとめて車に積載する時の、ワンクッションとしてすごく便利かと思います。あと例えばなんかキャンプ場で設営したサイトの中でちょっとしたもの、棚の上にわざわざ置くほどじゃないけども、ちょっと地べたに置くの嫌だなみたいな、そういうものってあると思うんですけど、そういう時にこれ1枚引いてその上にこうね荷物、例えばこういうものとかでも荷物をここにこう置いておけば汚れないし、あとねそういうサイトにレジャーシート置くと結構レジャーシートって派手な色の多いくないですか。うちとかもめっちゃ柄付きのなんか水色の派手派手な感じなんですけど、そうするとどうしてもサイトから浮いてしまうんですが、これねオリーブってすごくいい色です。他のカラーも全部アースカラーになってるのでサイトの雰囲気を壊さない。意外とレジャーシートでアースカラー少ないので探してた方すごくいいかと思います。で、丈夫っていうのもあるし、先ほどお見せしたようにこちらパラフィン加工なので撥水もしてあるので、例えば下の裏がね芝生が例えば朝露とかで濡れていても、これ置いてもらえれば撥水なんで、完全な防水じゃないので水浸しのところ置いたら当然ダメなんですけど、ちょっとした水ぐらいだったらね弾いてくれるので、すごく便利にね使えるシートなんじゃないかなと思います。ただこれねハンプだからやっぱ生地が硬くてしっかりしている反面、レジャーシートみたいにくる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 って丸めたりはちょっと厳しいんですよね。折ると多分またここでシワがつくから、なんかもったいないから私はこのままにしておこうかなって感じで、でも薄くて場所を取るわけではないので車の隅にねスッて入れておいてもいいのかなと思います。あとただ若干普通のレジャーシートに比べて少し重さは感じるところはあるので、本当これを持ってピクニックに行くっていう感じではないかな。どちらかというと本当キャンプで車に積んでおいて必要な時に、物が汚れないように使う何でもシートみたいな感じで考えてもらえるとちょうどいいのかなと思います。はい、というわけで
で今回はこちらの、パラビンハンプのラージトートとフィールドシートをご紹介いたしました。こちらね、多分ね1月の25、6ぐらいに入荷したばっかりかと思います。まあ店舗とか地方によっては違うかもしれないんですけど、入荷したばっかりです。でこちらについてはまだね発売前ですので、これは多分店舗での販売になる品物かと思いますので、またね発売しましたら私のツイッターなんかの方でも情報をどんどん流していきますので、ツイッターの方のフォローもしていただけるととても嬉しいです。で私のチャンネルではこのようにワークマンのキャンプギアもこれからどん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 更新していきますので、ぜひですね、今回の動画が良かった方はいいねボタンとチャンネル登録してくれると本当に本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴いただきありがとうございました、動画が役に立った、面白かったという方はぜひいいねチャンネル登録お願いいたします。ブログをメインにやってまして、ちょっとキャンプで検索か概要欄のリンクから、ブログアクセスできます。その他ツイッター、インスタもやってますので、こちらもフォローよろしくお願いします。